ただいまよりソールドアウト株式会社2020年12月期第2四半期の決算説明会を開始いたします。同第2四半期の業績を代表取締役社長荒波より、今後の今後の見見通通ししをを代代表表取取締締役役会会長長荻荻原原よよりりごご説説明明ささせせてていいたただだききまます。す。Q&A については、Q&A 取締につ役いては、 CFO 半田も加わ CFO り、半お田答えもさ加せわていりただきます。ままた、た、質疑質疑応応答答ににつつききましまてしては、は、ププレレゼゼンン後後にに実実施施ををささせせていていいたただだききまます。す。Zoom の画面にあるQ&A からご送付ください。プレゼン中からご質問を受け付けさせていただきます。それでは、荒波よりご説明させていただきます。はい。ソールドアウト荒波でございます。まず、最初にですね、2020年度第2四半期の状況、連結の業績でございます。こちらはですね、累積の数字となっておりまして、1月から6月までの数字ということになります。ご覧いただいてわかる通りですね、第1四半期非常に好調だったということもございまして、累積の数字はですね、売上高で、103億3400万ということで、昨年、同時期に比べますと、プラス13.7%。売上総利益、粗利につきましては、19億5900万ということで、プラス14.4%ということになりました。営業利益につきましては、3億3300万ということで、プラス47.2%ということになっております。では、次のスライドです。こちらがですね、4、6月期、第2四半期のみの、連結の業績になります。さすがにですね、この4、6月期はですね、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けまして、業績が一時的に減速しております。売上高が46億7800万円ということで、3%の減少。それから売上総利益につきましては、8億3000万円ということで、5%の減少ということになっています。そして、営業利益につきましてはですね、メディア事業への投資をですね、継続して行っておりますがためにですね、この第2四半期につきましては、2100万円ということで、マイナスの82%ということになっておりますが、メディアエンジン株式会社へのですね、影響額を除いた連結の業績、営業利益ということで申し上げますと、5300万円ということになっております。はい。今回はですね、新型コロナウイルスの影響を大きく受けておりますので、そのあたり、少し細かくお話をさせていただこうというふうに思っております。まず、こちらのですね、チャートでございますが、経産省のですね、特定サービス産業動態統計調査、まあ、いわゆるその特サビのですね、5月分のに発表された数字をもとにですね、当社の方で過去を作成したものでございます。まず、2020年の3月をですね、インターネット広告の業界全体のですね、売上数字を100としたときに、4月、5月とどう推移したのかということを、このグラフでは示しております。4月が67%、そして5月が50%ということで、3月に比べると、まあ、ほぼ半分ぐらいに、インターネット広告のですね、市場が縮小していると、いうことが見てわかります。次のスライドですが、こちらはですね、その前のスライドに、ソールドアウトグループの売上をですね、重ね合わせたものになっておりまして、3月100に対して、4月が78%ほど、5月も同様で、6月が85%ほどということで、業界全体の動きに比べると、縮小幅は比較的抑えられているんではないかな、というふうに、思います。それから4月、5月の落ち込みに比べると、6月、少し持ち直してきているということで、明るい兆しも見え始めているということかと思います。はい。じゃあ、なぜですね、比較的、縮小の幅が小さかったのかということでございますが、
こちらはですね、左側が東京のですね、弊社の売上の数字でございます。右側が東京以外ということで、グレーのですね、棒グラフが昨年のですね、第二四半期、そしてオレンジが本年度の第二四半期の売上ということになっておりまして、ご覧いただいてわかる通り、東京は昨年に比べて売上のですね、減少幅が 14% ほど、逆に東京以外、まあ地方ですね、ここの減少の幅が 3% ほどと、かなり小さくなっているということで、まあこれによってですね、市場の落ち込みに比べると、弊社の落ち込みは比較的小さく済んでいるということなんではないかというふうに分析しております。はい。そして業種別の動向でございますが、まずですね、この四半期において、好調だったのはやはり、卸売小売業、いわゆるその EC の業態ですね。専業の EC、あるいはその兼業で EC やってらっしゃるお客様の扱いが伸びたと。昨年に比べますと、売上でプラス 12% ほどということで伸びております。一方で逆にですね、この下側のですね、生活関連サービス業、娯楽業、その対面接客が必要なエステであったり、美容室、スポーツクラブなどはですね、昨年のですね、同じ時期に比べると売上で7割近い減少と。また、不動産関連事業を営んでいらっしゃるお客様につきましてもですね、昨年に比べると 35% ほどということで、大きく減少しております。はい。こちらはですね、毎回、お示ししているグラフでございますが、広告のですね、運用代行事業、売上を構成するですね、社数と単価の推移でございます。まず社数につきましてはですね、今回、コロナの影響ございましたけれども、お客様が離反するっていうようなケースは、ほぼなくてですね、社数自体は維持することができております。一方で、単価につきましてはですね、お客様、ご予算をですね、絞り込むというようなこともございまして、単価自体はですね、イヤオンイヤで 13% の減少ということになっております。はい。こちらはですね、新規、既存長期、ということで、それぞれのお客様群のですね、売上がどうだったのかというものをお示ししているものですけれども、比較的新規、それから既存、お取引開始後、1年、経っていないお客様ですね、ここのですね、売上の数字というものは、さほど大きな変化はございませんでしたが、長期、長くお取引していただいているお客様の売上の減少というものが大きく影響しております。特にですね、弊社の場合ですね、お付き合いが長くなればなるほどですね、お客様の業績も伸びて広告の扱いが大きくなるという傾向がありますので、どうしてもこう、お取引、長期のお客様に比較的取引金額の規模の大きいお客様がたくさんいらっしゃるということで、ここの長期のところが影響を受けたということでございます。はい。そしてこちらはですね、ソフトウェアのマンスリーアクティブアカウントの推移でございます。直近のですね、2四半期において少し、伸び悩んでいるようにも見えますが、コロナの影響を多少受けておりますけれども、堅調に推移しているというふうに思ってまして、一時的な停滞だというふうに理解しております。はい。そしてですね、こちらはですね、弊社のですね、グループの、あらりに占めるですね、ソフトウェアのあらりの割合でございますけれども、このコロナの影響下においても、底堅くソフトウェア事業が推移したということと、あと非常に構成比の大きいですね、広告の運用代行の事業が伸び悩んだということもございまして、ここの比率は大きく伸びているということになります。はい。
そしてここからはですね、まあ、いつも通りの形になりますが、まずグループ全体の売上高の推移でございます。この直近数四半期ですね、弊社の戦略がうまくはまりまして、売上非常に伸びておりましたので、この第二四半期、前四半期に比べるとかなり数字は落としておりますが、昨年対比ということで見ますとですね、3% の減少ということで、まあ、ほぼ横ばいぐらいと言っていいんではないかなというふうに思います。はい。次、売上総利益、粗利でございます。こちらも、ほぼ、売上と同じような傾向でございますね。はい。ということで、まあ、コロナの影響ということで、昨年対比で 5% の減少ということになっております。はい。こちらはですね、販管費の推移でございますが、この4月にですね、新卒の社員が38名入社しておりますので、そこでの人件費の増加というものが大きくございました。あと一方で、外出の自粛、まあ特にですね、在宅勤務、リモートですね、リモートワークの推進ということで、まあ交通費であったり、あるいはその接待交際費というものは大幅にですね、削減できておりますので、まあそのような形でコントロールはしておるということでございます。はい。それを踏まえてですね、営業利益でございますが、やはりですね、トップラインが伸び悩むとですね、ここの営業利益、まあ、非常に固定費の割合が高いビジネスでございますので、まあ、影響を受けやすいということで、この直近で言うと2100万円と。まあ、ただ先ほども申し上げた通り、メディア事業の投資がなかりせばということでお話を申し上げますと、ここが5300万円であったということも申し添えておきます。はい。そして、EBITDA ですね。こちらも営業利益と同様にですね、減少ということにはなっております。以上をもちまして、私のパートは最後なんですけれども、まあ、非常にですね、新型コロナウイルスの影響を受けて、厳しい四半期ではありましたが、4月、5月と緊急事態宣言の発令以降ですね、まあ、非常に厳しい状況続いた中、まあ、6月、明らかに、まあ、下げ止まって回復の傾向がございますし、足元、まあ、緩やかではございますけれども、元通り、まあ、戻しつつある、というふうに考えておりますので、決して悲観することなくですね、これから年末に向けて、どんどん伸ばしていければなというふうに考えております。はい。では続きましてですね、今後の見通しにつきましては、弊社代表取締役会長の荻原の方から、話をさせていただきます。はい、それでは私の方から今後の見通しについて、お話ししていきたいというふうに思います。こちらのスライドはですね、先ほど荒波からありましたように、まあ下げ幅はですね、業界全体よりは非常に良かったんじゃないかと、また見ていただけるとですね、6月にこうグッと、上がっておりますので、まあ、ここにはですね、非常に期待がしております。はい。で、このコロナ禍においてですね、いろいろな、ことが分かってきました。で、これについてですね、我々素早く、今後の対応としてですね、何をしていくべきかということの焦点を定めていきました。で、まずですね、注力のターゲットについてなんですが、まず一つはやはり地方を改めて再注力していこうと、こういうようなことを考えております。まあ、わかりやすく言うと、まあ、営業所を作ったりですね、こちらの方を検討していき、さらにですね、地方の方に注力していくと。で、また、EC 業態なんですけども、まあ、実はここサービス業も含めてですね、もうあらゆるジャンルの会社さんが、まあ、EC 化をしていきたいと、こういうようなニーズが高まっておりますので、こちらもですね、改めて EC 業態やっていくと、こういうようなお客様を注力ターゲットとして考えていきたいなと思っています。またですね、今回コロナの4、6月において、注力商材の方もですね、いろいろ分かってきたこともありましたので、ここに注力していこうと思ってるんですが、まあ、データを活用したコンサルティングですね。これは次ページ以降で、詳細ご説明していきます。で、あと次はですね、SNS とか動画なんですけども、まあ、ちょうどこの広告をですね、ちょうどお客様が実施できないと。したくてもできないというような時期に逆にこう足場固めで、じゃあ今までやっていなかった動画を作ってみようとか、
なんかこれから SNS で展開しようとか、まあそういうようなことをですね、いろいろ考えてらっしゃるお客さんもいて、で、もちろん、外部環境によって 5G とかですね、まあ非常に良い環境もありますので、まあここをですね、注力していくというようなことは、まさに今行っているところであります。あとはですね、まあ従来から言っているソフトウェア、それからコンテンツマーケティングと。ここもまた、次ページ以降で説明していきたいというふうに思っています。はい。で、今回ですね、新しくサービスをリリースはしたんですけども、可視化、SO可視化というようなサービスです。今までですね、従来というところにありますが、経営者のやはり経験とか勘に基づいて、まあ、感覚的に意思決定するというようなことがあったんですけども、まあ、やはりこう時代が変化していく中で、もう本当企業にですね、いろんなデータがあります。このデータを、まあ、経営判断に活用いただくと、こういうようなことをサポートする、そんなことをですね、やりたいなと。まあ、我々としてもですね、今まで主にデジタル広告を用いた、まあ、広告支援というのを行っていたんですけども、もうちょっとこう、領域を広げてですね、川上からこう、川下まで一気通貫で、お客さんの問題に向き合うというようなことができればいいかなと。で下に書いてある通りですね、まだデジタル化されてない、まあ、例えば店舗のお客さん、まあ、集客の数がどれぐらいだったのかとか、電話の数がどれぐらいだったのかと、まあ、こういうのもですね、デジタル化していって、まあ、ダッシュボードですね、まあ、作っていって、まあ、データを整理していくと、で、お客様の経営の判断に活かしていくというようなことにチャレンジしていきたいなと思ってまして、このようなですね、コンサルティングサービスの強化に伴うデータ分析を行っていくというようなサービスを行っていきます。はい。で、次はですね、まあ、こちらもですね、従来からずっと言ってる SaaS の方なんですけども、やはりですね、ここも注力していきます。まあ、投資領域でもありますので、中小企業を提供して、もう全自動でいろんなことやっていきたいと思っています。まあ、Atom のですね、機能拡張をすることによって、今後ますます利便性が増え、それだったらやりたいなと、お客さん増やしていくと、こういうようなことが増えていくと思います。なので、媒体の数が増え、クリエイティブのレポートができたという機能改善が、まあ、行われていると。ライクルもですね、まあ、前回のライクル L という LINE 公式アカウントの連携ができるというようなことも含めてですね、お客さんのニーズに合わせてサービス提供が可能になっていきました。で、次はですね、コンテンツマーケなんですけども、まあ、これも非常にお客様向けとですね、やっているわけですが、まあ、お客様からも引き合いがかなり来ておりまして、と申しますのも、なんでお客様がコンテンツマーケティングをやりたいかというとですね、やっぱり自分たちで作ったですね、我々制作したコンテンツが、まあ、ネット上で資産として残りますと、こういうようなことで、まあ、非常にこう価値高いよねというようなことでですね、注目が今高まっているというような背景があるのかなと思います。またお客様の予算に応じてですね、費用を投下して、成果に応じた報酬をいただいて収益化するというようなこともできますので、こういうようなサービスを作ってですね、ますますお客様の課題に我々は解決をしていくと。こういうようなことができるようになってきたかなというふうに思います。で、あとはですね、これまあ完全に新規領域になるんですけども、少しですね、デジタルマーケ、まあ広告領域からも少し離れまして、人材採用の支援というようなことをやっていきたいなと思ってまして、我々も今非常にこう新卒採用を上手にうまくいっているというようなことあるんですが、まあ中小ベンチャー企業の皆さんなかなかそれがうまくいかないというようなことがあるんですね。まあ、ですので、きっちりですね、中小企業、ベンチャー企業の皆さんにミッションを掲げていきましょうと、そして企業文化まで根付かせていく、そんなリクルーティングやりませんかと、こういうようなことで、そのコンサルティングと、まあ、採用サイトを作っていきましょうと、こういうこの2本立てでですね、新卒採用支援ビジネスに、まずですね、テストで参入していきたいというふうに考えております。あとはですね、今後の取り組みで、社員に対する取り組みというようなところで、左側にあるようにですね、働き方改革というところがあります。これ、コアタイムを設定しないですね、フルフレックスという制度を導入し、またですね、リモートワークも上限定めないフルリモートということの導入を開始しまして、改めてですね、生産性を高めていき、お客様のですね、満足度も向上させていくというような、まあ、我々の働き方とですね、合わせて、この辺を導入しております。あとはですね、まあ、一例としてて、下に書いてありますけども、育児とかですね、この仕事の両立ということが可能になったりすることで、まあ、多様な働き方を提供できると、こういうことは非常に我々としてはですね、従業員の皆さんにこういうことが提供できるのは良かったかなと思っています。
また当初から言っている通り、本社の移転は、予定通り実施していきます。はい。で、このですね、リモートワークは、コロナ対策取り入れてですね、この働き方改革を行いましたので、まあ、そういう利用がですね、いろんなことを利用できるようなオフィスを設計しております。4クォーター、Q4 で移転するということを予定しております。で、それから見通しです。それからですね、最後、左側の売上高につきましては、本年3月水準の回復につきましては、まあ、やはり一定期間は要するかなというふうに思っています。20年末になる見込みかなという現在の見立てでございます。新型コロナウイルスによってですね、経済の先行きは確かに不透明な状況ということもありまして、まあ、このような形での売上の見込みを出しました。ただですね、まあ、非常に6月が上がったということなので、そこを打って、徐々にではありますが、回復していくだろうというふうな予測を立てております。また営業利益につきましてはですね、当初予定通り、今年はですね、投資をして、来年以降に大きく伸びていきたいということもあったので、その投資はですね、引き続き行っていくと、こういうようなことを行いますので、下期の投資で、まあ、営業利益は、まあ、限定できたなというふうに考えております。それを踏まえまして、今回の見通しとこういうようなことは、このような数字になっております。売上減少からの回復はですね、一定期間必要かなというふうに思っておりますが、このようなですね、数字としてはですね、増減率マイナス 10.9 から 6.5 と、ここはですね、幅を持ってお伝えしているというようなことになります。今回修正のですね、営業利益につきましても4から5億円というようなところでお出しさせてもらっております。はい。ということで、以上でですね、2020年、クォーター4の発表となります。ありがとうございました。